レオンジェネです韓国版ジュ1ジャーの限定カラーの1235ロボタイタンキングビーストキングジュラシックキングが揃いましたのでいよいよワイルド搭載キング相当のアニマルジュラシックキング全13合体いきましょうそしてミニキューブ系はノーマルカラーのモグラキリンクマとコウモリを使ってねって感じなんだけど元々の色目的にこれは明らかにリカラーバージョンも似合いそうなのでどっちのバージョンも合体してみましょう では合体させていきますが、ワールド搭載キングの合体方法と変わりませんので、まずはミニキューブ系をみんな横長にしてあげて、このように、クマはそのまんまですね。そしてコウモリも畳んであげて、まっすぐにと。最終これが4つ縦に合体しますからね。そして、タイタンキングのビッグキングソードを外して、こちらもキューブに、 戻しますビーストキングも同じようにビッグワイルドキャノンを外しつつ頭部戻してキャノンに変形させてあげたらもう余剰パーツなしですべての武器まですべて使いますからね。でこれもキューブに戻すと。 はい、これで2体とも OK で、ここから、ジュラシックキングもすべてキューブに戻してあげれば、はい、まずはこれで合体準備が出来上がりましたので、ここから各キューブを取り付けで、下から順にやっていくとやりやすいですね。まずはアルファベットの C を下駄代わりに、さらに D をはめたら、 横の、ここと、ここと、ここと、ここにジョイントがあるので、最初に縦形状にしたミニキューブをはめていきます。キューブ、ウェポン系ね。キリンを、ここでセット。その上に、キューブ、クマ。反対側の下に、キューブ、モグラ。その上に、キューブ、コウモリ。ここがね、 一個のジョイントで綺麗にはまるんだよな。これで下半身がだいぶボリューミーになりましたよね。そして、ここにクリップがありますので、この部分にビッグキングソードの顔を隠した状態で、ネジ穴が後ろに来るようにここにロック。そして右腕はジュラシックキング同様にそのまま猛者を使うんだけど、拳が前に来るようにロック。 反対側は、ジュラシック・キングでは頭部だった、あ、これ外すの忘れてた。頭部だった、ステゴが右腕になりますので、ここに拳がありますから、ジョイントで合体。ビッグワイルドキャノンを、ここと、ワイルドキャノンの、ここね、この部分が合体しますので、はまったらさらに、ここにジョイントがありますから、 ワールドキャノンを差し込みと。あとは上半身ね。右肩に E を合体。左肩に B を合体。これで残るキューブは12号ロボの A と F ですが、これを F を後ろ側にセット。このようにジョイントが3列並んでるんだけど、後ろ側のジョイントを 使いますそして A は前側のジョイントを使いますここの部分に頭部をはめるジョイントがちょうどいい位置に来ますのでここに頭部をセットしてあげれば完成ワイルド搭載キングのリカラーノアニマルジュラシックキングです さらにはちゃめちゃな色来たこれまでタイタンキング、ビーストキング、ジュラシックキングと、どれもなかなか色合わせが突拍子もなかったんだけど、それがさらに振り切った形になりましたね。本体カラーのみならず、頭部のインディアンっぽさも含めて、ド派手になってんだよな。でもこれ、案外僕好きかも。ここに来てちょっと派手さがヒーローっぽさもある。 はい、全体ぐるっと、裏側から見ると、いろんな顔とかがむき出しになっておりますが、ベースのこの薄茶はいいのかな意外とビッグティングソードのこのパイルバンカー的なパーツと色合い合ってますよね。そして相変わらずの安定感、ジョイントがガチャッとはまるし、これくらい重量級な見た目重さでも、全然パーツぶれませんね。 はい。そして上半身を近づいてみるとこうで、本来は数字が表に来るんだけど、今回はアルファベットの A、E、B とか、足元の C、D とか、そのあたりの文字が目立ってますね。お派手でバラバラっぽく見えるけど、案外統一感あるのかそして頭部のこのさ、新たな色分けっすよ。明らかにインディアン的な柄を意識してると思いますが、 隣に置いてみると、リカラーで、この雰囲気の違い出すのもすごいっすよね。稼働に関してはジュラシックキングと変わりませんので、ここがクリックで動くんだけど、保持力高くって、こんなキューブとか武器とか、ハマってるのにもかかわらず、重攻撃的なポーズ、全然ね、腕が下がっちゃうとかないですよ。こういうような攻撃だったりとか、パイルバンカー的なパーツで、 攻撃みたいな若干殺意高めな武器アクションなんかもできますがもうほんとこれで終わりですね一回転こそいけますけどそれ以外はね全く稼働しませんのでまあこの辺はいつものデラックス玩具の稼働域って感じかなただやっぱり下半身がちょっと普通かなって感じますのでリカラーチームを取り付けましょうキリンがシマウマねでクマが 表に変わりますので、あやっぱこっちの方が柄的に明らか良さそうだな。で、もぐらがカモのハシに変わりますので、はめるでしょそしてコウモリがフクロウね。この一般販売のりからいいんだよな。よっ。 これで OK。あ、絶対こっちの方がいいわ。はい、キューブウェポンズをリカラーバージョンに変えた下半身の色味はこんな感じで、こっちの方が今回の限定カラーの色の雰囲気に合ってますね。あ、断然いい。思った通りだ。はい、ぐるっと見回すとこで。一応、外箱的にはさっきの通常のウェポンズをはめてねってことなんだけど、こっちの方が色合わせしっくりくるな。では、これを踏まえて、 あちなみに、ワールド搭載金庫はね、ここ持つと安定して持ち運べる。はい、もともとの、 通常カラーと比べると、あ、でも見比べると、まあまあ元々から色、はちゃめちゃになってるか。ベースがさ、黒金で落ち着いてますから、それに比べると、やっぱオレンジとこの薄茶が、だいぶイメージ変化に効いてますよね。って感じで見比べると、アナザーカラー感、2P カラー感、半端ないですね。ブラックバージョンとかそういうおとなしみな色じゃなくって、相手のこのド派手なカラーの、色違いはありじゃないかな。はい、全体を、 すごいねキューブがごっつごつにはまってますもんねぐるっと見回すとこうで柄が増えてるのがこのリカラーに際していいよなそしてちゃんとさ1235ロボとかがまあ強引な合体手法とはいえしっかりスーパー合体とかハイパー合体してくれるのはロボの集め替えが出るのいいっすよね そして、アルファベットも A から I まで揃いましたので、A, B, C, D, E, F, G, H, I と、びっくりマークのリカラー系ね。あとはこのようにキャリーカーにバラバラにキューブを乗せれば本編っぽい、合体未完成というか、模索中状態も再現できますし、他の合体失敗なんかも再現バッチリいけますね。キューブが四角いからさ、ガチャガチャっとはめて、合体後安定感あるの本当遊んでて楽しい。 そして合体後は何一つパーツが余らないという完璧設定、武器も含めて全てパーツにはまってますもんね。でもやっぱここまで来たらホエールのリカラー版欲しいなワイルド搭載ドデカキング相当のこのド派手なやつ見てみたいっすよね。 以上、動物戦隊ージ王者韓国限定カラーバージョンの「デラックスアニマル・ジュラシック・キング」の紹介でした。